皆様こんにちは。ナビゲーターのさくらです。突然ですが、未来都市と聞いて何を想像されますか？おそらく人工知能の AI が至る所で使われている街を想像される方も多いと思いますが、その未来都市を想定したスーパーシティ法が先日参議院で可決され成立しました。これは物流、医療、教育など様々な分野の先端技術を組み合わせ、その相乗効果により住みやすい街を目指すというもので、具体的には運転手がいない自動運転や遠隔診療、キャッシュレス決済などを導入するようです。これらを実現するためには大幅な規制緩和が必要となりますが、政府は2020年の夏から秋にかけスーパーシティの実現を希望する自治体を公募し、今年中に5地域程度を選定する予定です。このニュースに国内外では多くのコメントが上がっていますが、 SF の街などの憧れの声もあると同時に、自由がなくなるなど不安を漏らす声も多いようです。今回はこのスーパーシティ法の概要や海外の事例、そしてこの法案に対する日本および海外の声などをお伝えしたいと思います。それでは今日も最後まで私にお付き合いくださいね。5月27日付産経新聞によると、人工知能 AI やビッグデータを活用した最先端都市スーパーシティ構想の実現に向けた国家戦略特区法改正案が27日参院本会議で可決・成立した。複雑な制度設計や個人情報流出の懸念から法整備が遅れていたが、新型コロナウイルスの影響で遠隔診療やオンライン教育の重要性が高まっており、スーパーシティを起点に全国の規制緩和の追い風になりそうだ。スーパーシティは複数にまたがる分野の規制を一括で緩和し、自動運転やキャッシュレス決済などの先端サービスを住民に提供する構想。安倍晋三首相は19日の国家戦略特区諮問会議で、社会のあらゆる分野で遠隔対応を一気に進め、未来を先取りする新たな日常を作りたいと述べた。現在、全国54の自治体などがスーパーシティ構想に意欲を示している。政府は早ければ今夏にも導入を目指す地域の募集を始め、年内をめどに全国5カ所程度を選定する。選ばれた地域で住民合意が得られれば、首相が担当閣僚に規制緩和に向けた特例措置を指示すると報じています。記事にもありますが、スーパーシティ法の正式名称は、国家戦略特区法で、特区に指定された自治体では障壁となる規制を大幅に緩和し、行政や医療などの分野で情報通信技術を活用したサービスを受けられることになります。過疎化などが問題となっている地域を創生させる上でも有効だと考えられますが、武漢肺炎などでの感染症対策としても、人と人との接触を避けながら住民生活が守られる基盤にもなると考えられているようです。ところで、スーパーシティには先行事例があり、カナダのトロント、中国の雄安新区や広州市、アラブ首長国連邦の首都ドバイなどですでに実施されています。例えば中国の雄安新区では、エコシティ、スマートシティのモデル都市を目指し、自動運転、無人行政、無人銀行、無人スーパー、無人ホテルなどを実施しています。中国の広州市では道路交通情報を AI で分析し、交通取り締まりや渋滞の緩和を実現している一方で、無人のコンビニではスマートフォンアプリを必要としない顔認証でのキャッシュレス支払いが可能となっています。アラブ首長国連邦の首都ドバイでは、都市全体を ICT、 つまり情報通信技術で整備し、官民問わずあらゆる情報をインターネット上で利用できるシステムが構築されているようです。このように書くと、スマートシティは欠点がないかのように思われますが、データの保有、保護、管理をめぐる解決策が出ず、プロジェクトが失敗に終わるケースも出ています。例えば、カナダのトロントでは、日本でスーパーシティ法が成立する3週間ほど前に、このプロジェクトに参加していた Google 系列の企業が撤退表明しています。
トロントでは2017年、ウォーターフロント地区の一部を再開発するプロジェクトに5000万ドル規模を投じることが発表されました。この大胆な計画に乗り出したのは、Google の親会社であるアルファベットの傘下企業、サイドウォークラボ。この計画では、広い工業用地に仕事と生活ができるような木造の高層ビル群が建設され、時間帯などによって自立走行車のための道路に切り替えられたり、ゴミは地下のダストシュートを通って捨てられる、また発熱機能がある歩道などが作られる予定でした。ところが、サイドウォークラボの CEO、ダン・ドクトロフは5月7日、同社が開発への参画を取りやめることを発表したのです。武漢肺炎のパンデミックを理由の一つに挙げていますが、報道などによると、プロジェクトが始まった当初から、アルファベットがどのようにデータを集めて保護するのか、誰がそのデータを保有するのか、などが懸念されていたそうです。日本のスマートシティ法は、年内に自治体が選定され、実施に向けた動きが始まっていますが、将来的に範囲を広げて実施するとなった場合、やはりこの問題がネックとなりそうです。今回のニュース、海外ではどのように捉えているのでしょうか。日本国内の反応と合わせてお聞きください。それでは海外の反応をご紹介いたします。とうとう日本もシステムの奴隷になってしまうのか。コロナは去ってもこの法律は残るのですね。日本人はたとえ許されないことでも魅力的に伝えることができるんだね。僕はこの法案には反対だけどとても感心しました。家に閉じこもっているうちに自由がどんどん奪われていくような気がします。日本の自由も終わりつつあるようです。これは人間にとっていいことなのですか？日本に幻滅してしまいました。ウイルスの影に隠れてこんな法案を通していたんだね。これは集団自殺にしか見えません。本当に怖いです。日本はもっと考えた方がいい。サイバー分野に弱い日本は今の不備がある程度解消されてから考えた方がいいと思います。ラスベガスも同じ計画をしてるって聞いたんだけど、何かがおかしいと思います。今世界で起こっているいろんな出来事を見ていると失望を隠せません。これも普通じゃない法案だし。これはスーパー監視法です。基本的に中国で行われていることと同じですね。ただ売り込み方が違うだけ。まるで SF の世界だね。できる限り早くこんな都市から出るべきです。コロナで目立たないけど、まるで悪夢で目覚めたような感じです。日本にスーパーシティは似合いません。こんなのを作ってしまったら、自殺率や依存症、孤独や離婚などの問題がますます増えていくでしょう。とても心配です。ユートピアとは正反対の世界だね。これは中国共産党のやり方だから、世界は気をつけた方がいい。日本国内の反応です。竹中平蔵案件ですね。一部の友達企業が税金をむさぼり、個人情報とデータを詳細に受け取り、海外に売る。そして旬が過ぎたら撤退して廃墟と化すんです。この法案に恐怖感を覚える根本的な原因って政府に対する不信感だよね。これも竹中平蔵とトヨタのための法律でしょ。小泉政権以来、竹中平蔵のための日本の政治のような気がします。そのための被害者は数知れず、パソナの従業員数から考えても莫大な数。早々に成立した怪しい法案、個人情報を管理するのは犯罪者には適していますが、一般人は必要ありません。こんなのやめてほしいです。この法案については3月下旬にこっそりと発表してたけど、誰も細部を知らないんだよね。だからまだちゃんと国民の理解を得られてないと思います。利権の匂いがしてきます。それはそうと本当に活用できるのですか？行政を見ていると、お金は使ったけど役に立ちませんでしたが伝統芸能にもなっているから、ものすごく不安です。まずは台湾みたいに超専門家を大臣に据えて高度なレベルでやってほしい。平均を著しく下回る素人じゃダメなことくらい分かってくれてると思いたい。
一体どこに向かっているのでしょう。役所や公共施設、それを利用する側の人も設備も全く追いついていないのが現状なのに、地方は特に遅れています。都市部と地方の格差は思っている以上に開いているので、きちんと現実を見てください。国民が納得する説明もなく、このような法律を作り、こそこそと国民のお金の収支を盗み見する仕組みを作る前に、まずは議員たちの収支を明らかにしてもらいたい。私たちの血税の使い道を明らかにするのが先だと思います。正直、こういう未来志向よりも、普通の人が頑張って普通に報われる社会を作ってほしい。国民同士の格差、地域同士の格差がますます広がるような気がします。足元をしっかりと固めてほしいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。スーパーシティ法、内容自体はとても興味深いと思いました。遠隔診療などは高齢化が進み、医療従事者の人手が不足している自治体などでは役立ちそうですし、無人スーパーや無人銀行なども運営に問題がないのであれば、将来的には広範囲で実施されていくのかもしれません。武漢肺炎で多くの業種でリモートワークが可能であることが証明されたように、今後この必要が生じる分野や自治体などがあれば、それに伴った形でスマートシティが実現されていくのかもしれません。そのためにもデータ保護や管理の問題については、できるだけ早期に解決策を見つけてほしいです。でも、それって何っていう法案が結構危なかったりしますので、デメリットも多そうなこの法案、今後も注視しておいた方が良さそうですね。それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。さくらでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。